つまりは好奇心にとらわれてたんだ。大切なものなら壊したんだ。明かりの伴わないホールケーキ、木製の君と通ってたんだ。クローゼットでまだ今日も小さな体だ寄せ合って、眠るのさ変わるのさ想像大性安全。私バカな子なの、どこにも行かないで濁った初体の鈍い目を覚ませ、夜の